コバルの楽焼きマーカーはマグカップやお皿などの陶器、コップなどのガラス製品、また金属製品にも好きな絵を簡単に描くことができ、自分だけのオリジナルアイテムを作ることができます。作り方はとても簡単。楽焼きマーカーで好きな絵を描き、オーブンレンジで20分加熱して焼き付けるだけ。それでは実際に作品を作りながらご紹介いたします。はじめにマグカップなどの陶器、ガラス製品の油分や汚れなどを洗い落とし、水気を取り除きます。楽焼きマーカーのペン先は太字、細字に対応したツインペンとなっています。焼き付ける前は何度でも書き直しができます。それでは実際に書いてみましょう。綿棒や爪楊枝などを使うと表現の幅が広がります。書き終わりましたらインクを十分に乾かします。インクが十分に乾燥したら、ご家庭のオーブンやオーブンレンジで230度に設定し、予熱が終わった後20分焼き付けます。焼き付け終了後はすぐに取り出さず、庫内で1時間以上放置し十分に冷ましてください。完全に熱が冷えたことを確認したら庫内から取り出し、インクを定着させるためにさらに1時間以上放置してください。食器としてご使用になる場合は軽く洗ってください。これでオリジナル品の完成です。楽焼きマーカーには8色セット、16色セットのほか、さまざまな商品がラインナップされています。10色の色が楽しめるセラミックマーカー、スタッキングマグカップマーカーセット、マグカップマーカーセット、豚さんの貯金箱が入ったフィギーバンクマーカーセット、カップが2個入った楽焼き初めてマグセット、お皿、お皿立て、そして転写紙が入った楽焼きマーカー初めてセット、筆を使い本格的なペイントができる楽焼き絵の具、白い文字や絵が描ける楽焼きホワイトマーカー、ご自宅のプリンタで下絵作りができる無地転写紙セットなど、多数の商品をラインナップしています。楽焼きマーカーを使えばご家庭で簡単に絵付けができます。